外のイベントがあるのですが、今日は基本的にはファンのイベントなので楽しんでいただければと思います。当たりっていうか、さくらちゃんとペアになりました。でも作戦次第だね。なるべく生き残る方で行く。そっちがいい。じゃあ生き残り系で行こうか。了解です。ペアで転がしてもらう。行く？せーの。あ、フリーだ。ジャパン。固く行く。固く行こうか。じゃあストレートで。じゃあお願いします。ウィス。うえーうえー大きい大きいの、いいですね。間違いない。サイモンさんは3のテール。おお、ノリオさんが、ノリオさんが、ノリさんが、さっきね、ちょっと地味に緊張しているあれ？あ、取れてるっすね。ただ、和田くん、あ、和田ちゃんの厳しいジャッジもかいくぐった、だとかいくぐったんです。ね、そこちょっと、あとサブロックはバックフリップもいいんですか？オッケーです。お、なんだそれ聞いてれば。あ、スリーシップ、ねえ、それスリーシップ聞いた。あ、オッケーオッケー、もう大丈夫です。さすが道義さん、やっぱ勝負に熱いっすね。もうやっぱさすがです。うん、任せ。頭練習受けてるからジャッジ。聞いといて。ありがとうございます。さすが。行こう。せーの。お、スリージャパン。じゃあ俺ストレートのジャパンで、さくらちゃんがスリーね。オッケー。ちょっと回転が合わました。いや、ナイスジャンプでしたよ。じゃあ、行きましょう。オーライ。斉藤さん、ストレート。硬いな。さあ、残念ながら我らチームはですね、ちょっといいスピンが入りすぎて、回転数オーバーしてしまって予選敗退だったんですが、16組が、決勝トーナメントに進むところ、20組のが同率で、じゃんけんで、4組、予選落ちをするという、その最初の負け残りのじゃんけんで、なんと藤田斉藤ペアが落ちてしまったと。一番最初に負けたっすちょっと俺、それ結果聞いて思ったのは、斉藤さん飛べるのにやっぱ消極的な作戦を取りすぎたっていうのがなるほど、やっぱなんか振りになっちゃってたんじゃないかなとはちょっと思ったんですけど、ペアゲームスをね、ペアでやらないっていうその姿勢が、そうですね、神様が見てたのかもしれないですねまあそういうね、やっぱ弱い気持ちで大会はね、ダメですね。そう攻める気持ちがないと、うん、2問目争われる。いや、もう次からもう行きますよじゃあ来年も待ってますね。ワンとスリーだ。前回の放送出るっすねノリピーが40歳っていうのを加味してほしいですね。ちゃんと脇グラブしますからね。ダブル脇グラブ。なるほど。いや、いいジャンプでしたね。レギュラーからドーピン。
して地雷ショー、トリプルロープアプローチ、おお山田総監の優勝です。お題を出させていただきたいと思います。オクトパス、ストレートでもいいしスピンでもいいです。もうここはなるほど、逆のオクトパスですね。リーディングじゃない側、ジュンテパス、ジュンテパス、まあノリオさんの、ノリオさんのオクトパス、踏んでから、おお、これ今結構良いっすね。あ、おお、で結構これ選べないかもしれない。みんないいな。次の題はシュペンっていう技を見せてください。シュペン。シュペン。じゃあ皆さんナンバーワンシュペンを決めたいと思います。よろしくお願いします。この意味わかんないお題の最初がさくらちゃんってすごい申し訳ないね。じゃあさくらちゃん行きましょう。レギュラーの、おお、なるほどね。ノリピーがね見せてくれますよ、シュペンを。おお、飛び込む。きましたが、マットだからこそ表現できるシュペンを見ましたね今。あ、これは結構理想的なシュペンじゃないですか。難しくはなりますけど、まあ数グラムパパってなるんじゃなくて、トーン飛んでパシッパシッってまで表現できると。さあナイスの笑い方、ちょっと怖い怖い。さあ、これできました、レギュラーです。おっとおーっと、これはご連続難易度を上げましたね。さあ、レギュラーからトレードでセーフティー、おー、え、セーフティージャパンってそんな簡単じゃないですよね。セーフティー、お、うまいですね。お、綺麗です。さあ、うまい、おーお、お、3回、3回チャレンジ、2グラブ、おお、すごい、え、想像しなかったですね、あの掴み方は。かっこいいアプローチですね。おお、おお、すごい、おお、あ、ほぼしかなくなってきた、本当に感動し始めた。それだね、どんな距離をしてもらえるんでしょうか。さあ、飛びつけ、おお、うん、本当にうまい、すごかったですね。さすがのジャンプでしたね。僕たちは、そうですね、まとまりをきれいにしてあげたんで、おはようございます。いや、おはようございます。初めてチャレンジしますって言いながら、あんだけビタビタに目をつかれると、よろしいですか。9時まで、このままフリーセッションで飛んでいただいて全然構いませんので、みんなで最後まで楽しみましょう。どう飛びますか。いいとも。めっちゃ低い、めっちゃ低いテンション。じゃあ行きましょう。